今日はあの日草地メニューの中でもね、隠れ人気な四川ラーメンからいきたいと思います。ではやってみます。一味唐辛子、白醤油の返し、ハマってるじゃん。これしかダメ本当に。ワン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 、おやちゃん、おやちゃん今日もね、作って食べるこの企画化してきましたけど、今日はあの日草地メニューの中でもね、隠れ人気な四川ラーメンからいきたいと思います。ではやってみます。最近あの作って食べる企画やってますけど、僕ダイエット中なんですけど、これ永遠に痩せない気配がしてきましたが、気のせいでしょうか。しゃーなしですね。もやし1つあります。今日はこれ、四川ラーメンは細麺と背もみと選べるんですが、僕は細麺好きなんですね、実は。じゃあ細麺で、はい、入ります。辛いラーメンとなります。辛みがね、苦手な方はあの事前に言ってもらえればね、辛さ調節できますんでね。はい、魚粉、ニンニク、焦がし唐辛子、一味唐辛子、白醤油の返し、ニラで、豚骨。僕的にはこれむちゃむちゃ好きなんですけどね、みんなはどう思うかわかんないですけど、僕は大好物。はい、台湾ミンチですね。例のごとく、キムサチのミンチはちょっと甘めです。ネギ。で、ラー油。卵に。ちょっと間違えましたね。ネギここ。こんな感じだ。はい、すいません。はい。完成。ではね、四川ラーメン乙女、試食といきます。はい。では、いただきます。うわー、そういや、最近、藤岡さんがまた新しい CM を出してましたね。やらなきゃ。じゃあ、いただきます。突然のアドリブで、つばさんがひっくり返っておりますが。びっくりした。申し訳ない。いただきます。好き。あっつ。この程よい。ニンニクと辛味。ただね、
台湾ラーメンとまた違ったところは、なんていうのかな、なんで四川にしたんだろう、俺これ。確かに。ちょっと白湯が入ってるかな。うん。うん。うん。まあでも、もやしにミンチに、ニラにニンニクっちゅうと、まあ、名古屋方面、愛知県、三河地方、十日山県では、台湾ラーメンになっちゃうもんね。うん。うん。唯一僕は、一応中華居酒屋なんで、せめてもの抵抗で四川ラーメンにしたのかもしれない。あともう一個ね、昔おかみさんと用意しとった夜中にやっとるラーメンで、うん、うん、そうだ、四川ラーメンっていうのがあって、そこを真似て作ったな、これ、うん、うん、キズナさんってとこだかな、うん。ちょっとあちら系の人がね、やってる。なるほど。うん。これはな、松本町後半ぐらいかな。そんなだったかな。でもまだラーメン始める前で僕が。ああ、中華居酒屋やってる時に夜中に、おかみさんと言ってたからね。うん。うん。懐かしい。うん。うん。うん。これをハマる人はこれしか食わない。え。うん、ハマってる人はこれしかダメ、ほんとに、うん、これにあのサービスの小ライスかっこんで、そうっすね、うん、食べてますね、うん、一度は食べてみてください、うん、うん、あれです。それではバイバイ。いらっしゃいませ、いらっしゃい温度だよ。アホだろ。今日もキムサチャンネル見てくれてありがとうございます。ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではバイビー。うん、食べです。それでは